年頃になって恋人が男の子なので仕方なく女の子になった。すると恋人の他のみんなが女の子になったというので恋人の他の者には男の子になってやった。恋人にも残念なので男の子になったら一緒に寝ないというので女の子になってやった。私8時に男の人と約束があるの。何の？寝る。寝るってそんなにいいことか？何よ。寝るよりよっぽどよかったよ。この感じ危うく射精しそうでした。新宿見たけりゃ今見ておきゃれ。じきに新宿腹になる。みんなに鳥は歌うよ歌うよ。あんまりうまくないけどね。あんたはおっぱいを誇りに思うようなことはあったんですか？ここに、まあ、例えば、男に吸わしてみたいとか。二人若者がいてさ、これはすごく面白い話だもん。若者がいて、つまりそれがダメだと。何がダメなの？いや、やってもよくないってんだからさ。何をやっても。何をやっても。何をやったバカもんね。だからつまり、何をって、つまり行為をしてもよくないという話があった。あったんだよ。あったのね。うん。帯の締め方、目つき似てつき。またにこじれたふんどしを手を使わず歩きながら正常に戻すやり方。つげなく私は飛び出して草履片手に夜の道トボ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 どこ行くか星に聞いても答えは